はい、どうもこんにちは、いさかです。いや、今日も購入品、最近買ったもの、服を紹介したいかなと思います。今日はね、パンツを買ってきました。で、もうね、これ今下に入ってるんですよ。早速ご紹介したいかなと思います。今日はね、僕が紹介するパンツはこちらですね。もうね、ちょっとごめんなさい、これ今試着で靴も履いてるんですけど、ニードルズさんのまあ、ジャージ、トラックパンツっていいのかな？ジャージのパンツですね。これを、夏、8月の話なんですけど、ちょっと、買ってきました。でね、もともとニードルズのパンツ今めちゃめちゃ流行ってるし、めちゃめちゃ興味あって、なんかパンツをきれいめに履きたいなっていう思いが強かったんですよね。もう今日はね、僕の顔がほとんど見えないかもしれませんが、パンツをちょっとゆっくりみんなにもこの感じを見ていただきたいんですけど、パンツね、きれいに履きたいなと思ってて、僕が結構今持ってるパンツ、グレッグローレンのパンツが多いんですけど、は、スウェット生地だったり、ちょっとそのアーミーがかってるものもあるので、まあ、ちょっとね、あんまりスラックスも僕1、2本ぐらいしか持ってなくて、結構仕事がスーツなもんで、なんかスーツ着てるからちょっとリラックスな土日とか休みの遊びの時は求めてしまうので、まあなんとなくスウェットパンツが多かったんですけど、まあ、ちょっときれいめにパンツ履きたいなっていうので、まあきれいめで楽ちんで定評のある、ニードルさんをちょっと今回買ってみました。ただサイズ感が分からなかったので、ちょっとネットでは怖くて買えなかったんですけど、ちょっとね、店舗で巡り合わせがあって、マイサイズがあったので買いました。僕今これ身長173センチ、体重72、3キロ。ウエストはこれね、なんぼだ、78とかだったかな、前自分で測った時。で、こういうパンツは S サイズを買いました。M もあったんだけど、M だとね、丈もやっぱ長いし、まあウエストも緩いと。で、今この S だと、あれですよね、ニードルズさんって結構大きい作りらしくて、結構 XSS でも普通に着れるというか。で、僕普段ね、パンツだと今まで足が結構太いので、L とか、まあ大きめを着も33とか30、33、32とか、ジーパンとかだと選んでたんですけど、ニードルズに関してはちょっと自分のサイズ、普段のサイズよりちょっと下げるぐらい、まあ、ジャージだし伸びるっていうのも考えて、ちょっと下げて、まあ、むしろリアルで見た方がいいかなと思うんですけど、ちゃんと丈感とかも測ってやった方がいいかな、ちょっと気をつけなきゃいけないかなって思いました、買うときはね。で、僕のこのパンツの形なんですけど、僕もまだニードルさん詳しくないんですけど、ストレート型、もうまっすぐ落ちるってやつと、なんだっけ、ナロー、ちょっとこうテーパードがかかる感じと、僕のこのね、フレア、ちょっとこのこうなってるやつ、ちょっとここで待ってこうなってる、若干フレア気味のやつを買ってます。で、僕がやりたかったコーデとして、もうまさに今これやってるんですけど、このニードルズのジャージと革靴を合わせることですね。これ今ね、前回動画でもう流してます。オールデンの、タンカーブーツちょっと今日は履いてみました。でね、本当にこのジャージだけど、もうね、僕も今この遠目からカメラで見てわかるんですけど、めちゃめちゃシルエット綺麗で、で、めちゃめちゃやっぱ楽なんですよね。もう動きもできるし。で、嬉しいポイントとしては、ポケットこれ、ジップがこうついてるので、結構僕リップクリームとかをポケットに入れたり、携帯もポケットに入れるのが多いので、結構チャック付きのポケットっていうのは役に立ってます。で、ケツにも1個ね、ちゃんと、ケツあんま使ってないがいいや、ね、後ろもこんな感じですごい綺麗に革靴と相性が合うかなって感じですね。で、僕これ今上はね、パジャマ風なシャツ着てますけど、T シャツとかでもめちゃめちゃ合うかな。T シャツ、ジャージーで着てても、で、下革靴とかで合わせても、
もう絶対綺麗に見えるっていう感じになるかなと思うんで、おすすめですね。で、僕のこの色はね、ダークグリーンだったかな。で、結構色は緑なんだけど、なんて言うんだろう、全然上の服の邪魔にならないというか、もうこうやってちょっと上が例えばこの鮮やかな青だとしても、ダークグリーンがその大人な色の黒さ、暗さっていうか、なんていうかな、なんかその変に目立たないで、形も綺麗っていうので、もうこうしてるだけでもちょっと様になるっていう感じなんですよねまあもちろんスニーカーに合わせてもいいし、なんかごつい靴どうなのかわかんないけど、僕はこのフレアのちょっとこの若干このここで垂れる、たまる感じ、まあちょっとね S サイズで僕の場合ジャストフィットなので、そこまでくしゃくしゃのたるみはできてないですけど、でもこれぐらいがニードルス一番綺麗に見えるんじゃないかなって思いました。で、結構僕も今回ニードルスは初めて買ってみたんですけど、正直値段がね2万ちょっとですけど、正直もうめちゃめちゃいい買い物だったなって今思ってます。楽だし、使い勝手もいい色だし、綺麗に見えるし、でジャージだから洗濯もできるし、気楽に履けるしっていうところで完璧だなっていう一着に巡り合いました。なんか正直パンツってね、僕太ももが太いんですよ、昔から。今筋トレもやってるので、ウエストがちょうどよくても足がピタピタみたいな。それこそ前回の大陸のパンツは今ちょっとね増量というかフィジーク明けで一気にむくんじゃったので、ちょっときついんですよ今。まあこれからちゃんと体戻して履けるようにするんですけど、でもこのニードルスのジャージに関してはもうやっぱジャージだからもう全然余裕だし、 S サイズでこれなので、まあ XS でも良かったかなと思うんですけど、いやまあサイズはちょうどいいか。ただなんて言うんでしょう、結構ね人気でサイズ掛けも多くて、僕は本当にこれたまたまお店のキャンセルが出た分で一着巡り合わせで買うことができたので、正直上も買おうか迷ったんですけど、ニードルスのね上のジャージとジャージで合わせたら、やっぱりちょっとねそのジャージとジャージ上両方合わせるのはちょっとねやから感じゃないですけど、ちょっとねまたあれは工夫が必要かなっていうので、僕は今回は見送って下のパンツだけちょっと買わせてもらったんですけど、めちゃめちゃ満足な買い物ですね。本当にこの革靴とかに合わせられるパンツが欲しいなーって、綺麗に履ける、まさに本当理想の一本に出会えたかなーって思うんで、でジャージ素材のものってあんまり持ってなかったんで、あんまりってゼロか、ゼロですね。だからこれはねぜひ、やっぱねニードルスファンの方、何本も集める方とか、カラーね、珍しいカラーのやつとかね、いっぱい買ってる方とかもね、いる気持ちがすごく分かりました、今日のこのトラックパンツを買ってみて。でピンクとかでもね、なんかいろんなカラフルな色でも、おそらくねやっぱり合わせによっては全然邪魔にならないだろうし、上例えば無地のシンプルな黒 T とかにしとけば、これは可愛いだろうな、トラックパンツみたいな、もうちょっとそのニードルスのトラックパンツの沼にはまりそうだなと思う、もうちょっと恐怖感もあるようなパンツでしたね。ただこれもう上にどんなコート羽織ってももう1枚でかっこいいから、これはもしねマイサイズに出会えて、マイお気に入りの色にね出会えたら、ぜひ買って損は絶対しないかなと思います。サイズ感だけねちょっと気をつける、普通のパンツよりはちょっと気をつけた方がいいかな、オンラインで買う時とかはっていうのは個人的なところですね。まあどのパンツももちろんそうなんですけど、特に大体の人、僕でもね結構ガタイいい方だし、ウエストも細くない方だけど S でちょうどだったので、まあ、そういうところはね試着できる人は試着して買うのがいいかなと思いました。サイズ感もうシルエットは完璧です。もう20丸でぜひおすすめなので、自分の持ってるね革靴と合わせるのが僕はおすすめかなと思いました。ではまた、次の動画でお会いしましょう。最近チャンネル登録してくれてる人が
増えてきたり、コメントをくれる人も増えてきてはすごく励みになって楽しいので、なんかね、今回のじゃあ動画で言うとニードルズのこの色をおすすめとか、僕ちょっとね、まあ、ニードルズあまり分かってないんで、ニードルズの話をちょっと教えてほしいなって思いますんで、ぜひどうぞ仲良くしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。